日本の中心琵琶湖のほとりに佇むユウさんの琵琶湖バイタル研究所。全国津々浦々で人、町、仕事を元気にするために力を注いでいる研究員たちが日々の活動を報告、連絡、相談しにやってきます。彼らの地方創生研究の成果を聞き出し、ブランドアップするためのアドバイスを与えるのが研究所所長でありメディアプロデューサーのミスタービアコユウさんこと川本優。研究所助手はあやにゃんこと岩田あやな。そして各業界から集まった強力なアドバイザーたち。ユウさんのビアコバイタル研究所。地方創生、人、町、元気、お悩み解決バラエティースタート。さあ、バイタル研究所始まりました。私が所長のユウさんこと川本優でございます。そして助手の岩田彩奈です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そしてアドバイザーの先生たちです。今日もよろしくお願いします。さあ、ヤドメさんはまだ2回目ということで、はい、どうでしょうか。ありがとうございます。いや、晴れてバイファミメンバーに。はい、バイファミ、バイタルファミリー、ヤドメさんしか言ってないです。バイファミメンバーに出ていただきました。はい、もう喜んでおります。その笑顔で救われます。ありがとうございます。そして河野さんも久しぶりということで、はい、あの1ヶ月ぶりぐらいの、あの再会で、はい、嬉しくです。ちょっとね、3週間ちょっと北海道に行ってたんですけど、そうですね、3週間で9キロ太りました。そんなに太って、そんなに太って太れるの。1週間3キロ太るという、で、あのお土産を友達に持ってったら、はい、どうしてんの、うん、急激にこんなのって、どうしたんやって言われて、太って、ほんでほんでほんで、で、で、あの、あの実は太った理由がありまして、はいはいはい、フラモに、あのお腹を出しっていうお祭りなんですよ。はい、はい、へそ祭りって、へそ祭り、北の国のお祭り、はい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 、あの有名なイベントに、はい、やってたやってた。あれはちょっと来年出よう思って、で今ちょっと今太ってる段階です。ほんで、で、あのそれ優勝したら結構賞金もらえるんで、ああそう、すごい。ほんで、ほんで、でそこで、でそこでちょっと自分のね、諦めや。ギブアップしてるんだ。すごいな。今回はダメだ。福祉の精神ですね、やっぱり。強い強い。なんかあるんちゃうかな。なんかあるけど、なんもない。なんもない、結局。はい、今日も皆さん楽しく、よろしくお願いします。よろしくお願いしたいと思います。はい、ということで、ユウさん、めっちゃ嬉しいニュースがありまして、以前、バイタル研究所に出演された、女は死ぬまで一生プリンセスっていう研究員さん。死ぬプリア。はい、そうです。あの方のちょっと動画を見ていただきたいと思います。お願いします。自分の成長ぶりとか、賞出た時の感想とかどうだったんですか？もうね、めちゃくちゃ幸せになられるんですよね。私もみんなから大事にされていいんだっていうところを皆さん受け取っていただいてます。あ、覚えてる。覚えてます、覚えてます。夢当たってね、そうそうそう、もっとやりたいね。その方からまたまた V が届きましたので、そちらもご覧ください。はい、晴れ舞台。わっ、すごい。わあ、皆さんお綺麗です。え、めっちゃ盛り上がってますね。すごい、めちゃめちゃいいですね。すごい盛り上がりやね。そうですね。いやー、もう夢叶えはったんや。思ってたよりすごい人気やね。素晴らしい、よく頑張らはった。あずまさえさんからもメッセージが届いておりますので、ありがとうございます。ご紹介させていただきます。はい、バイタル研究所の皆様、先日は番組に出演させていただきありがとうございました。スタジオで紹介したシヌプリのファッションショー第3回目を開催していた、させていただきました。はい、シヌプリのモデルさんは自分を解放して我慢ばかりしていた人生にピリオドを打ち、朝はメイクから始まり、思い思いのランウェイを人生を
見立てて歩くことができました、うん、これも番組を上げて応援していただいた力がモデルさんに伝わって自分たちらしく開催できました、うん、最後はリジムジーに乗ってみんなに割れるような拍手をもらい会場を後にしました。私たちのミッションである昭和女子たちの自己肯定感を上げることに成功しました、はい、バイタル研究所でもこれからも地方創生を支えてきた昭和女子をはじめ女性の輝ける番組作りを続けていただけたら嬉しいです。ゆうさん皆様ありがとうございました。ありがとうございます。素晴らしいですね。あのそういう意味ではね、はい、あの河野さんがそういう輝く女性を主人公にした写真を何枚も撮っておられます、はい、ちょっとお見せいただけますか。はい、これはあのモデルさんなんですけども、うん、次が、うん、実はですね、うん、モデルじゃなくて、はい、ダンスをやってる方なんです。ダンサー、はい、うん、モデルではなく、うん、ダンサーさんですね。綺麗、はい、綺麗、すごい、まあ、いい、輝いてるですね、はい、はい、コンテンポラリーダンスっていう、はいはい、で後ろの方があの FDL っていう会社の社長さんで、はい、それはダンスのためのダンサーのためのサポートをやっています。はい、これはあのちょっと、まあ、お世話になっているクライアントさん、はい、あの女性しかいない従業員100人ぐらいの社長さんです。何の会社をされてる？渡せっていうあの、うん、何でもマスクとか、うんうん、いやあの日用品とか、まあ、どうですか、そうやって女性を主人公にしたのを写真撮った、それを差し上げた時の相手の反応は、すごい喜んでくれます。うん、はい、そうやね、あ、こんな風に写ってた、うん、そう、なんか自分の知らない、うん、そうなんです。だからさっきの死ぬプリの VTR も皆さん参加者の方は喜ばれるんじゃないですか。ああいう動画に、ね、お伝えします。ぜひ頑張っていただきたい、ね、はい、はい、ありがとうございます。2019年結成、アーティスト、モデル、ライブなど関西を中心に全国各地で活動、ダンス&ボーカルユニットリノールの皆さんです。おー、おー、はい、あ、ご本人たちは？そうなんです、はい、実は別室にいるんです。はい、そうなんですね。おー、はーい、みなさんこんにちは、リノールでーす。おー、あー、リノールさん、で音楽事業部長をされていた吉原明さんプロデュースの3人組ガールズユニットです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。かっこいい PV やね。ありがとうございます。ね、かなりダンスも練習してるんですか？はい、頑張ってます。頑張ってる。ちょっとでも自己紹介を、せやな、じゃあ一人ずつ自己紹介をお願いします。はい、はい、前に出てきた。皆さん改めましてこんにちは。こんにちは。リノールの森愛菜と申します。滋賀県出身22歳です。うん、私の特技は書道です。はい、文筆ともに日本習字というところで8段を取得しました。すごい、よろしくお願いします。お願いします。すごい。滋賀のどこなんですか？東近江市です。おー、元側やね。はい、じゃあ2人目。はい、皆さんこんにちは、リネージプロダクション所属リノールの白木美優です。岐阜県出身の19歳です。もちろん歌とダンスは大好きなんですけど、あの特技で小学校1年生からずっとそろばんを習っていたので、そろばんと暗算が得意です。よろしくお願いします。すごい。なんか関西美少女、うん、関西美少女総選挙っていうのがあって、それで準グランプリを取らせていただきました。美少女準グランプリですよ。はい、じゃあ3人目いこう。早かったね。はい、奈良県出身
リノールの森田美希と申します。よろしくお願いします。私も、はい、趣味はですね、あのカメラをさせていただいてまして、ミラーレスでちょっといろんなところの風景を撮るのが好きで写真を撮ったりしてます。そしてあのファッションショーとかもいろいろ参加させていただいたりしております。どうですか、リノールとしての今後どこを目指していくんでしょう。はい、そうですね、これからもっと大きくなっていって、まあ、誰もが知ってるアーティストになっていけるように、ちょっといろんなところでバズったりもして、あ、全員が知ってるぞっていうぐらいに大きくなっていきたいなと思ってます。あの滋賀の、プロダクションやから、はい、全国的に大きくなっても滋賀初ということで言っていけるのかな。はい、滋賀初ということで、はい、行った途端言わんやつおるからね。リノールのコンセプトっていうのはどういうものになるんですか。アイドルっていう感じではなくて、一応ダンス&ボーカルで全員が踊って、うん、全員が歌ってっていう感じで、楽曲も結構ダンスをすることが多くて、かっこいい、かわいいよりはかっこいいよりの、はい、グループになっております。あの目指してるアーティストとかいるの。私たちをプロデュースしてくださっている吉原明さんが、もともとプロデュースをされていたコールミーさんという、うん、方々3人、その3人組のガールズユニットの方々がいらっしゃいまして、はい、私たちもあのライブに行かせていただいたことがあるんですけど、うん、この自分たちと同じ女性3人組っていうのもあって、もうすごい、まあ、正確にこう目指すぞっていうか、うん、本当にかっこよくて、まずはもうコールミーさんたちみたいに素敵なアーティストになりたいなと思ってます。なるほど。あの作詞作曲はやってるのかな。はい、先ほどあの流していただいたミュージックビデオ、うん、ルナフェイズという楽曲は私森愛菜が作詞をさせていただきました。おーい、どんなことを歌っていきたい。そうですね、今回私が作詞させていただいた楽曲は、その月の満ち欠けっていう意味のタイトルがあって、うん、そのいろんなこの月の形、光を浴びせてくれて私たちを応援してくれているという曲になっているんですけど、まあ今ちょっとクールな感じのかっこいい曲やったんで、すごいあの逆に私たちが皆さんを応援するっていう感じの明るい楽曲もたくさん挑戦していきたいと思っています。最近公式の YouTube を始めたと。なるほど、ということなんです。さあこの、リノールの YouTube をバズらせる方法というのを、はい、もっとその企画が欲しくって。なるほど、はい、今流行りだったりこれをしたらバズるぞみたいな企画を教えていただきたいなと思っています。それはバイタル研究所にお任せください。お願いします。はい、じゃあ、北村弁護士。そうですね、これはやっぱりね、口説いてきたあのプロデューサーのこととか言いますっていうのがいいですね。暴露系です。暴露系とかね、滋賀暴露系あのアーティストとしてね。ないないかない。暴露することないんか。暴露はちょっと向いてないかな。向いてないか。青春派でもあるから。そうか。厳しいな。河野さんはどうですか。はい、あの YouTube って、結構こうスクロールしてるときに、はい、目が最初に行くのはサムネイルなんですね。はいはいはい、サムネイルを結構あの結構凝った方がクリック率は上がります。河野さんやったらどういうサムネイルをつけて。どうサムネイル、リノールの、リノールのもうこう魅力を出してるサムネイルですね。難しいな。バズらせるのは難しいというのは、ね、さんそんな簡単な話じゃないんですよ。そんな簡単な話じゃ、ここはね、SNS アドバイザーさあ、アロンソさん、まあ、確かに YouTube をバズらすのは正直もう難しいですね。はい、で、僕が今、思ってるところとしては、e スポーツ業界です。お、はい、皆さんゲームとかは好きですか。ほのぼの系のゲームでしたら好きなんですけど、ほのぼの系のぜひゲームしてください。はい、でゲーム配信とかっていうのがやっぱり結構今は狙い目なんじゃないかなとは思います。さあ、矢野目さん。はい、僕もよく見るんですけど YouTube は、うん、あのよく見るのが上半身裸の男性2人が山を素手で木1本でどん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 開拓して、それをプールを作ってね、そのプールにまた泥を塗って、川から竹で水を何メートルも引いてきて、滑り台を作って、これがね、
1億ぐらいって言うんですよ。それをリノールになれ、それをちょっと3人でどうですか。結構あのギャップがあってちょっといいのかなって今思いました。いや一つアイデア出ましたね。さあ新龍先生、さっき言ったコールミーさん、うん、コールミーさんにも出てもらってそのタイアップするような動画があれば面白いんじゃないかと思うんですね。でコールミーさんもいいし、そのリノールさんもあのどういうか、うん、あのここに行きたいんですみたいな、はいはい、そういうこうサクセスストーリーみたいなの、うん、あのプロデューサーが同じですからそういうのもリノール可能じゃない。ちょっと掛け合ってみたいですね。ねえ、絶対それちょっとプロデューサーに言ってみたら、うん、さあ、あやにゃんはどうですか。そうですね、やっぱり、うん、あの自分たちのこう素の部分とかを出せるように3人で何かバトル、もう本気のバトルをして、うん、本当になんか地の部分が出てきたら、うん、それぞれにファンがつくと思うんですね。この子応援したい、あの子応援したいっていうのがつくと思うんで、真剣にバトルをやってみる。なるほど。一番ね、再生回数がいってたのがあの腕相撲の対決、はい、ああそういうの、やっぱ対決系が、はい、いいのかな。じゃあもうそっちの方向で、はい、対決していく感じで、そうですね、私たちはまだまだ知名度も低いですし、あの、ね、それこそ YouTube も全然まだ上げれてない状態なので、もっと知名度を上げれるようにライブ活動も雑誌とか撮影とかも頑張っていきたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いいたします。お願いします。はい、リノール頑張ってください。はい、ありがとうございます。頑張ってください。応援します。お食いに頼めばなんとかなる。滋賀県を拠点に飲食宿泊漁業建築など多岐にわたり地域活性に尽力するお食いグループオーナー奥井敦さんです。いや、ようこそいらっしゃいました。奥井、はい、さん、どうもファンキーやな。ありがとうございます。めちゃくちゃ派手。なかなかこれは聞こなせていかない。ね、えさあ、まあ奥井総研というとね、もう滋賀県の方はもうみんな知ってるぐらいの企業ではありますが、まずどういう企業なんでしょうか。うん、まずは秀和建築建設、はい、で産業廃棄物の中間処理施設と温泉、うん、温浴施設とリラクゼーション、うん、宿泊施設、うん、屋形船、まあ、観光船ですね。素晴らしい、はい、いっぱいやってはんだけど、皆さんが利用できるということでいうと、はい、長明寺に温泉がございます、はい、これがアマハの湯です。長明寺温泉アマハの湯、これも何ていうかストーリーがあるんですよね。そうです。もともと経営者の方がいてですね、はい、うちの方に建築の工事を依頼されてですね、はい、うちがまあ建築して、うん、まあ、そのまあ経営の中で、まあ、コロナもあってですね、うん、ちょっとこう厳しい状況である中で、まあ、奥井さん、まあ、今後経営をやっていってくれないかということで、うん、それがご縁に、まあ、うちの方で経営するとは思わんと建てたわけ。あ、そうです。もともと頑張ってね、経営していってくださいみたいな、いいもんできたでしょうみたいな。もう奥井さん頼むわと。そうです。あと宿泊施設も。あ、そうです、うん、それもまあ歩いて近所の古屋があって、うん、まあ、空き家問題が出てるっていう中で、はい、これをまあなんとか地元のためにもなって、はい、なんか面白いことできないかないう中で、うん、宿泊施設を作ろうかという。おしゃれな、もうデザインとか建築はもうお手の前もね、まあ、でも全て家内がで、奈緒さんすごいね、はい、協力的なあるんですよ。センスめちゃくちゃいいな。バリっぽい。さ、そして船もお持ち。そうです、観光船。これはどういう思いで。これもまあコロナでまあ経営難に陥って、もうそのまま掘ったままになってるから、なんとかまあ買ってもらえないかという中で、じゃあ買いますと。マグロ釣りにもハマっておられるということなんですけど、マグロ釣り、趣味がマグロ釣りということなんですけど、まあ、釣りがまあ好きで漁業もやってるんですけども、その中でまあだんだん大きいものを釣りたくなってきて、最後はこうマグロと、はい、それがだんだんこう大きいもの釣りたいなという、最後たどり着いたのがマグロ、はい、そうなんですよ。ここからやったらどうやって釣るんですか。ここからやと最近やったら京都ですね。北上していく途中の中で、はい、今やったらだから京都で釣って、はい、またこれがだん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 北上するにあたって船を移動させてですね、うん、あ、陸路で、まあ、釣れるポイントまで一番近いところまで行って。そうです。え、船は船はもう陸送です。トラックに乗して、
陸送で、はい、陸送陸送で次の港に運ぶんですよ。めっちゃ金かかるやん。かかりますね。それでもマグロ釣りたい。絶対買ってる方が安いですね。さあそんな奥井さんなんですが、非常に漁業を、助けようという思いが強いということで、はい、いろいろ組合の関係やっておられるんですね。はい、まあ、漁連が今のところ、はい、まあ、あの役員さんも、まあ、都市が行ってきたりとかですね、うん、やっぱり組合員他の組合員さんも、はい、まあ、都市が行ってきて、なかなかその思うように、うん、この魚も取れない、はい、また売れないっていう中で、うん、今後まあまあ組合員さんをもっと増やしていきたいなという、うんうんうん、思いでちょっと頑張っているんですけど、それをどうしたらいいかなと。どうしたらいいか、アドバイザーの先生にはこの漁業の盛り上げ方のアドバイスをいただきたいなと思います。さあ北村先生。はい、今でも釣りブームですし、うん、その魚を取るということに対しての関心は高まっていると思うんですけど、うん、じゃあその時にこう漁業に就こうっていう発想になかなかいかないと思うんですよね、うん、はい、でも実際はそう後継者探してるところとかもいると思うので、うん、もっとその早い段階から、漁業体験をさせて、こうやって生きてる食べていってる人がいるんだよというのを、うん、こう選択肢の中に入れてあげるというのが大事かなと思いますけどね、うん、あ、なるほどね、うん、まあ、近江八幡にいれば漁業という選択肢もあるんだよという子どもへの教育という意味では、奥井さんどうなの今。そうですね、その体験とか、まあ、放流魚に触れ合ってもらって、うん、うち養殖もしてましてね、ニゴロブナの、はいはい、それをまあ稚魚から育てて大きくして、うん、各まあ小学校中学校の子たちと一緒に放流をするという活動をしていて、近江八幡の子とかじゃなくて、うん、もっとあの山のな、もう海ないとこ、湖ない田舎の山の子とかを、うん、あの交換留学みたいなの連れてきてやらすみたいな、こうがいいんちゃうかなと思いますけどね。なんか変にこういつも身近にあると、なんかもうあんまり刺激がないじゃないですか、姿も見てるし、海への憧れみたいなのある、湖憧れある子らを連れてくるのがいいんちゃうかなとね。私ね、ちょっと普通かもしれないんですけど、釣り場、釣り場、あ、女性、うん、女性も今歴女とか、そう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 、漁業船乗ってね、一緒に釣ったりとかして、うん、それを料理さばいたりとかして、うん、そんな結構番組がね見たことあるんですけど、そうそういうちょっとしたイベント的なものも、うん、その漁業の中に取り入れていくといいんじゃないかなと思いますよね。あ、まあ、女性の漁師さんっていうのはないですよ ね。やったら面白いと思うんですけど、ね、奥井さん初めてそれプロデュースするとか、はい、ちょっと考えて、ねえ、はい、面白いかもしれないね。かっこいいとこ、プロが綺麗な動画で、はい、そういう PR 動画を、ね、作るとか、うん、採用する、うん、そういう組合員を、採用する、うん、かっこいい動画作ると結構変わるんじゃないかなっていう。あ、まあ、動画でありカメラマンやから、はい、確かに漁業者をかっこよく撮ってる写真とかあんまり目にしないもんね。でその実際の声ですね、うん、やってる人の声、リアルな声を、うん、いっぱい取って、うん、それを上げていくと、あ、変わっていくと思います。なんか奥井さんがプロデュースしてモデルになるような若いかっこいい漁師さんとかいないのかな。今若手、私が一番若いんでね。そうそう、はい、それを年下のっていうのがいないんですよ、もう次65歳とか、そんな状況。そうです、今だから一つの組合が20人以上いなかったら漁業組合として成り立たないんですよ。それのもう危機ぐらいになってますね。だから親戚の子を入れたりとか、一応組合として存続をさせていかなあかんから、名前だけでも入っといてくれ。そうです、これでまあ漁には行ってはるんですけどね、一応90日以上漁せなあかんっていうのは決められてるんで。じゃあ実数でいうとね、その専業でやってらっしゃる方ってどのぐらいいるんやろ。うちの組合で約50名おる中で、4件専業は、はい、専業は。これはバイタル研究所としてもちょっと考えなあかんね、地方創生を考えるっていうんやったらね。いや、こうバイタルですからね。なんかなくなっていく職業の中に漁業なんかも持ってくるかもしれないね。違うとそうなるでしょうね、海とはまた違うんで ね、まあ、売れない。だから海より深刻なのかもしれないね、湖の方が。いや、これはまあちょっと深刻な社会問題としてね、
はい、バイタル研究所も取り上げていかないかなと、はい、いっぺんじゃちょっとロケでもさせてくださいよ、ぜひ、うん、はい、どんな状況か見てみたいね、はい、さあ、矢留さん、あ、はい、小学生をちょっとターゲットにというか、はい、奥井さんが持たる船と、うん、その近くにある沖島を利用して、うん、はい、どうかな、子どもたちをちょっとこう、うん、夏休みに体験させてあげて、うん、そこでちょっと釣りなり、うん、漁業に関するちょっとお手伝いではないけど、はいはい、職業体験も踏まえて、うん、やっぱり最後はその奥井さんのこのね体を見せてマグロをこう超えてるだけですよ、マグロのこうやってるこう男の、あ、そうか、男の姿憧れるという、あ、確かに、うん、SNS というとアロンソになります、はい、ちょっとデータがあるんですけど、はい、まあ、ちょっと漁業について調べたら、はい、ちょっとやっぱ人手不足が現状ということで、はい、1961年のデータから、まあ、2019年なんですけど、うん、1961年の時には、69万人いた漁業従事者が、はい、うん、が、うん、2019年には14万人と5分の1程度に、かなり減ってるんだ、減っております、はい、うん、でまあこの理由もちょっと調べたんですけど、はい、やっぱりその労働環境の厳しさっていうところが一番に挙げられるみたいで、やっぱそのイメージとしてはやっぱまあきつい、汚い、危険というイメージがやっぱ強いので、まあ、その辺の逆に言ったらそこのイメージを変える SNS での発信で、まあこういう楽しいところもあるよとか、まあ、かっこいい面もあるよっていうのを発信していくっていうのが一番近道なんじゃないかなと思います。まあそういうきつい職業ではあるとしても、それを分かって飛び込んできてくれる、ね、そうですね、若い、はい、うん、もうぜひ来ていただきたいですね、はい、これからの夢とかはどうですか。これからの夢、今までやってきたこともね、周りからこう言われて、うん、助けに行ったことがなんかこう、はい、それがこううまくいってるっていう、奥井くん、なんか何とかしてよって言われたら、もうせなあかん勝負ね。そうです、だから奥井に頼めばなんとかなるっていうのは、はい、なるほど、なるほど、漁業大変困っております、うん、ぜひ組合と、まあ、うちの奥井総研グループの中に来てもらってですね、若い人は一人でも組合に入りたいと言っていただければ、あ、嬉しいです、よろしくお願いします。はい、ということで奥井グループオーナーの奥井篤さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ユウさんの琵琶湖バイタル研究所、人、町、元気、ビジネスお悩み解決バラエティ、バイタル研究員たちのビジネスお悩み相談、次はどんなお悩みを持った研究員がやってくるのでしょうか。